ん？なんだ今の？これってもしかしてさ。おーい。なんか俺に酔うかい？今お金落としただろ。おう、すまねえな。間違いない。今のは未来予知だ。未来予知なんて本当に存在するんだね。この力があればさ、いろんな事件を事前に防ぐことができるじゃないか。おいおい、そうと分かれば早く行くしかねえだろ、こんなの。お前の運動神経、本当にどうなってんだよ。ん？なるほど。今度は石が原因か。これでよしっと。いって！なんだ？なんで俺足怪我してんだ？うわ、久々の街とかテンション上がるわ。ん？ちょっと頭がクラクラするんだよな。やっぱり会社休んだ方が良かったかな。いや、弱音は言ってられないな。いい新婚生活のためにもしっかり働かなきゃ。最近発見された病気です。どうすれば治るんですか？進行が進みすぎてて、今の医学ではこれ以上は何も。そんな。あなたの余命はあと3ヶ月です。もっと早くに気づいていれば。おいおい、嘘だろ。病気はまずいって。いい新婚生活のために。おい、そこのあんた、何でしょうか？今から病院行くぞ。はあ？今は急ぎなんだよ。最近発見された病気だったみたいです。発見が早かったので手術することになりました。そうか、それは良かった。あなたのおかげです。気にしなくていいよ。早く治して結婚生活楽しんでくださいね。結婚したお話をした覚えはないのですか？ああ、いや、あの時話してる声が聞こえて。そうだったんですか。それではこれで失礼します。あの人が助かって本当に良かったよ。この力があればもっといろんな人を救える。まだ時々しか見えないけど、もっと使いこなせるようになったら、そのうち自分の未来とかも見ることができんのかな。やべ、未来が楽しみだわ。